応援って実力以上のものを引き出してくれる。選手ってプレーしてる時意外にファンの声とかって聞こえてるから。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。マリオさん、はい、Jリーグがもうすぐ開幕、開幕ですしますね。はい、ということで、まあ、今シーズンのことを話していただきたいんですけど、うん、今シーズンね、あの大きく変わったところで言うと、うん、声出しの応援が、そうなんよ、そうよ、コロナ前から、ね、え、もうあれだよね、 100% 入れるんだよね。そうです。うんうんうん、はい、それいいね。そこで、まあ、コロナ前の、うん、応援と、同じような状況にようやくなりまして、ようやく戻ってきました。まあ、あのファン、サポーターからしたら嬉しいのではないかなと思ってはいるんですけど、槙野さんの中でこう、例えばですけど2018年の時にワールドカップも出られてますし、はい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 、コロナ前の、試合も何試合もやっていく中で、はい、やっぱ応援の力ってどう思われてるのかなと。あの、まず選手にとって応援あるないって全然違うのね。でその応援が人がいるいないももちろんなんだけども、 100% 入れるようになりました。でマスクの着用ってあれだよね、まだあるんだよね。マスクはマスクはつけるけど声出しはできるようになったんだよね、はい、だそのさ、サポーターが入れるでプラス応援ができる、もう声も出せて太鼓も叩いて、まあ個人のちゃんとも歌えるっていうのはやっぱり選手にとってはものすごい力になるから、やっぱそのよく言うじゃん、選手たちも苦しい時にあの声が動かしてくれたとか、そういうなんかこうやって拳掲げるとか、こう飛び跳ねる、ああいうスタジアムならではの空間っていうのが選手たちを動かしてくれるっていうのは、やっぱひしひしとね、うん、選手たちは感じれるし、実際に俺もだって去年まで選手としてやってたけども、応援って実力以上のものを引き出してくれる。これね、やっぱ選手じゃないと分かんないんだけど、はい、あれ俺こんなことできてたっけとかあるのよ。練習でできないことっていうのが、はい、やっぱその相手とかシチュエーションとか応援とか雰囲気で、はい、やっぱ出れる、できんのよ。あ、そうなんだ。それって間違いなくやっぱそういう空間が動かしてくれるものであって、その空間を作ってるのはやっぱファン、サポーターだから、やっぱそれが返ってくるって選手にとってはもうこの上ない幸せよ。やっぱりそうなんですね。応援だけでやっぱプレーの幅が、いや応援ってね、何がいいかってやっぱ対戦相手もねモチベーション上がるから。あ、はいはいはい、よく言ってたのやっぱ俺が浦和でやってた時に、対戦相手はいや1年に1回このスタジアムでこのファンの前でプレーするのってめっちゃ楽しみだっつって。あ、埼玉スタジアムとか、そう、その埼玉スタジアムでプレーするのもそうだし、まあ、それが埼玉スタジアムじゃなくても、はい、ね、やっぱそれがサンフレッチェなのか、ヴィッセルなのか、うん、川崎なのかとか、いろんなスタジアムの雰囲気ってあるけども、やっぱそれぞれの特徴で違うのよ。でそのファン、サポーターが作り出す雰囲気ってやっぱどのチームも一緒じゃないし、応援の仕方も違うから、あ、なんかこのスタジアムいいなとか、この応援が逆にアウェーで来てる俺らもやる気になるっていうのもあったから、それはすごいね、やっぱりそういう日常が戻ってくるのはいいんじゃない。やっぱりそうだね、うん、それだけファン、サポーターの声とか応援っていうのがすごい力になる、うん、いや、めちゃくちゃなると思う、うん、逆に言えば、うん、それだけ力になるってことは、うん、マイナスに働くこともあるのかなって言って、うん、なんかこういう応援がきつかったなみたいなのってあったりする。でもなんかさ、その応援の仕方ってこれね、多分いろいろあると思うんだけど、選手ってプレーしてる時意外にファンの声とかって聞こえてるから、あ、届くのよあれ。なるほど。例えばその罵声、文句、いろんなジェスチャー見えるし聞こえるから、意外にね、試合にこうやって集中してても入ってくる時もあるのよ。でもそれがもしかすると自分のチームを応援してる選手に向けてだったら、果たしてそれって武器になるのかとか、自分の応援してる選手に向かってそれやることでチームがマイナスに働くことってもあるから、その応援の仕方をちょっとだけ変えるとか考えるだけでそういうのって変わると思うんだよね。例えばなんだろうな、じゃあこれをベースヨーロッパに変えますって考えた時に、めちゃくちゃいい流れでパスパン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 回ってきて、いい流れでシュート外した、その時にヨーロッパの反応ってうーだよね、よそのうーっていうのはサポーターからすると惜しいみたいな感じじゃん、はいはいはい、その惜しいが日本だったらあーじゃん、わかる、このうーのポジティブな反応と、はい、あーのこのネガティブな反応、はい、これって
選手に伝わるし雰囲気がそうさせるから次の選手のプレーとかアクションにものすごい影響が出るのよ。なるほど。全員が全員じゃない。でも確かにそれをあーっていうあの雰囲気がチームにマイナスに働くこともめちゃくちゃある。ただそれがあーがうーとかってなるだけで選手もしゃ次とか次は決めようやってやろうとかサポーター俺に力をくれっていうのになるんよ。だその一個一個のアクションとか一個一個のその反応で選手たちもやっぱ次のプレーとかに変わってくるから、自分が応援してるクラブとか選手にそうやってポジティブに応援できる切り替えられることができたら一個のアクションでそれが勝ち点につながったり一つのゴールが生まれるって考えたら応援の仕方変わるくない？いや変わると思います。だよね。応援してるチームに勝ってほしい。でも時にはいいんだよ、厳しい声とか厳しい反応めちゃくちゃ大事。これもやってやんなきゃ。自分がミスしたことに対して、だって選手ってミスしたくてしてるわけじゃないし、一生懸命やっての何反応というかさ起きてる結果だから、それは仕方ないんだよ。プロだから、プロだからミスしても当たり前、でも結果出さなきゃいけない。ただ応援してる側としたら結果出してほしくて勝ってほしいんだったらよりこう持ち上げてあげなきゃ、うん、だってファンなんだもん、サポーターなんだもん。そうですね。ファンサポーターが自分の選手とチームに何やってんだって下げて選手がうーってなって何もいいこと生まれないんだよ。なるほど。そう、それってそのチームのスタジアムの雰囲気とか特徴って色をつければいいんだよ。うちらのチームは選手に対してこうやって働きかけるよって、11人プレーしてる12番目の選手としてこうやって私たちが後押しするから選手頑張ってっていうのを作り出すことができたら、これ全然やっぱ一つの武器になるんだよね。あ、そうなんだ。うん、だから子供たちでも真似できるじゃん。いい崩しができた、外してしまった、でもそれを何やってんだあの選手じゃなくてナイスプレーナイスプレー次次っていう、その例えばなんだろうな、1万人がなんだそれってやってたのを1万人がってやると多分めっちゃ反応変わる。違いますよね、絶対違う。であとその一個一個の反応だよね。あーの3万人の声とうーの3万人の声だったら、ね、ポジティブとネガティブの3万人って全然違うでしょ。全然違いますね。それって選手めっちゃ反応するから。やっぱそうですよね。これね、よく言ったって言ってくれると思う選手は。あら、これっていろんな会場でこういう反応の違いが出たらめっちゃよくなる。いや本当そうですよね、うん、やっぱ海外でもなんかリーグごとにちょっと違うあるじゃん。ありますよ、ね、例えばさ海外でさボール回してる時とかにさパスパスパスで回したらさうんうんありますとかオレオレオレみたいな掛け声あるじゃん。あれをサポーターも選手と一緒に楽しんでる、で選手もその声に乗って反応してこうリズムができるから、うん、そういうなんかな、一緒にゲームを楽しんでる、一緒にゲームをプレイしてる感覚を選手とサポーターが作り出すってめっちゃ大事だから、今年 J リーグ30周年だからやっぱ世界に向けても海外に向けても J リーグってこんな楽しみ方あんだよっていうのを選手だけじゃなくてスタジアムから感じ取れる空間っていうのを発した方がいいんじゃん。あーなるほど。おう、やっぱそういう声でプレー一つ一つが変わってくるっていう。めっちゃ変わると思うよ。じゃあここで具体的に、うん、槙野さんが現役中に、うん、あこの声掛けとか、うん、あこの応援良かったなって思ったシーン、うん、なんか一つ挙げていただける、うん、こういう時にこういう声掛けをすればいいんだっていうのが、うん、俺はね2017年のねアジアチャンピオン取った時にやっぱ1-0 で勝ってるめちゃめちゃ苦しい時間帯の残り5分10分の時にやっぱサポーターの、まあ僕はレッズにだからその We are Reds コール、はい、あの We are Reds We are Reds あれとかねたまらんね。あんなんさもう動くんだよ体が、わかる？残り5分とか、あれああいうチームの応援歌とかそういう名前をみんなで鼓舞するとかやっぱそういうのめちゃくちゃ好きで、鹿島とかもすごいのよ。鹿島アントラーズもう あれだけでもすごいのよ。でベガルタ仙台とかもすごいんだよ。やっぱそういうなんか川崎とかもそうなんだけど、やっぱそれぞれのチームの良さとかそういうのあるじゃん。ありますね。ああいうね個人の応援歌ちゃんととかもめちゃくちゃいいんだよ。でもそれって他の選手は そんななんとも思わないんだけど、選手自身がやっぱり奮い立たせられるんだけど、チームの応援歌とかってすごく大事だから、うん、やっぱそういうので選手って一歩が出たり頑張りができたりチームのためとかって、うん、思ってプレーできるんだよね。あみんな正直さ自分が良ければいいと思うんだよ。
これって不思議なもんで若い時、はい、いやでもそれはそれでいいんだよ、うん、だそれ年々重ねていく中で個人のパフォーマンスよりもチームのためチームの勝利のために戦うっていう意識が芽生えるんだけど、いいんだよ個人のパフォーマンス、俺さえ良かったらいいって思うのは当たり前だから、自分がステップアップする日本代表になる海外移籍したいって思うのは当たり前だけど、それがねやっぱチームのためっていう風な思いになるときに、やっぱこうみんなでサポーターと一緒に歌って踊ってプレーするっていう空間が作れたらめちゃくちゃいいと思うんだよ。なるほど、うん、それがようやくこの2023年シーズンで声が帰ってくるからね、帰ってくるようになって、俺めっちゃ素敵だと思うんだよなそれって。なんか別に文句を言えとか、うん、負けた後にサポーターの前に行ってブーイングしろするなとは言わない。でもそれってめちゃくちゃ素敵なことだし、だそれが絶対必要な時だってあるし、うん、だって選手も一生懸命やってる結果だし、サポーターだったらお金払って時間作って見に行ってんだったら、そりゃ怒りたい気持ち分かる。それめっちゃいいこと。むしろ強いチームってそれやってるから。そうですね、うん、なんか試合後とか特に、うん、あのブーイングが起こったり、うん、あれはもうなんていうのかな、満足してないよっていうメッセージでもあるし、もうそれは俺はもうめっちゃ大事なことだと思う。ただ試合中とかに自分のチームにブーイングするとか、自分のチームに何やってんだはやっぱもう試合中だから。なるほど、それ試合後にやればいいんだよ。あ、はいはい、分かる、そういうことですね。試合中は乗せてあげて、試合中は乗せてあげなきゃ、うん、だって負けたくて負けてるわけじゃないし、ミスしたくてミスしてるわけじゃないんだから、やっぱ自分が応援してるチームユニオンを着て応援してんだったら、その選手たちを背中を押してあげなきゃ。なるほど、うん、じゃあ俺はそれをめっちゃ感じてた人だから、ああサポーターの力ってめっちゃすごいなとか、でもこうやって言われた時ってなんとか自分の中でメンタルコントロールして聞こえないふりしてプレーに集中するみたいなのやってたんだけど、でもやっぱりサポーターの反応って力になるから。うん、なるほど。例えばさ、選手がシーズン終わってよ、いや実はあの試合の苦しかった時にあのサポーターの声とか応援で一歩が出たんです、ゴールが生まれたんです、勝てましたって言ったらめっちゃ嬉しくない？最高ですね。だよね、最高です、ね、それってあ俺たちの応援がゴール生んだんだとかさ、勝たせてあげれたんだって思うとすごいやりがいがあるじゃん。そうですね、うん、だそういう試合を一つでも増やしていく、一つでもゴール生まれるように、 あれってサポーターが背中を押してくれたから生まれたんだよねってなったらめっちゃ嬉しいじゃん。はい、やりがいあると思うよこの J リーグ30周年って、このコロナが落ち着いてこういう日常が帰ってきたら、やっぱ自分たちのやるべきことっていうのがより整理されて選手に伝わるんであればめっちゃいいと思うね。今シーズン J リーグ30周年ですね、皆さん、の応援する選手、そして応援するチーム、まあ、日常がですねまたようやく戻ってきました。選手の応援歌、そしてチームの応援歌歌えるまたあの日常が戻ってきます。皆さんの声後押しで選手たちがものすごく頑張れるのも僕自身も現役時代感じてましたし、勝たせられる力になると思います。皆さんの作り出す雰囲気、そして声援が選手に届き、一つでも多くのゴール、一つでも多くの勝利が生まれると僕は思っておりますので、皆さん選手と同様一緒にこの J リーグ盛り上げていきたいなと思っております。僕もですね現役を引退したということで、違う角度からサッカーの面白さとか楽しさを発信していきたいと思いますので、いろんなチームに僕も取材含めて行かせていきますので、どうぞ皆さん一緒に J リーグを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。